はい、皆さん、こんにちは。こんにちは。さあ、今日もベガス始まりました。お願いします。お願いします。さあ、もうすぐね、はい、あのシーズン始まりますね。そうですよね。ちょっとね、選手のね、皆さんも多分、おそらくあるであろう、この試合前、うん、大事な、まあ、僕の場合はなんだろうね、大事な、まあ、舞台の本番、初日の前とかにやるルーティーン。まあ、何個かはあるんですけど、中学校の時のサッカーをやった時からずっと変わってない僕のルーティーンが一個あって、その前日の夜ご飯に僕はミートソースを食べるんです、はい、絶対に。とんかつとかじゃないんだ。しかもなんかあれじゃないです、レトルトのとかじゃなくて、まあ、大山家ではあの本気ミートソースって呼んでるんですけど、といっても別になんか特別なものが入ってるわけじゃなくて、要はひき肉から。おお、素晴らしい、ね、理解早い。試合の大事さが高いにつれて本気になってるんですよ。選手権の前の日とか、うん、そういう時は本気ミートでみたいなっていうのは変わってなくて、親に何リクエストしたの？あ、そうそうそう、そうくんから。そうです、ミートソースにしてくれって言ったら、多分僕がミートソース好きだからそうなったんですけど、あ、はいはいはい、ペペロンチーノが好きだったら、うん、本気ペペロンチーノになってたかもしれないです。あ、なるほど、本気ペペロンチーノって何？ベガルタステーション。いや、なんか相変わらずやっぱり熱いコメントがねたくさん届いてね、ありがたい、ありがたい、ありがたいです。いや、どこから拾おうかな。いや、本当にね、みんな知識もあるし、すごいなんか紹介したいのばっかりだけど、まず結果が出なければバス囲みをすると思いますか？試合中のヤジブーイング、翔くん的にどうですか？なるほど、味方チームのバスを囲むのもなんでやるんだろうっていう、結果が伴ってないからってことですか？あ、そう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 。囲んだことによって何か効果はあるんですかね、あれ。ストレスは溜まるんだ、でもな、選手的に。バス囲むことによってなんか悪い意味でこう追い込んじゃいそうじゃないですか。わかるわかる。いや、それ次こそ勝たなきゃとなるけど、うん、なんかね、違うね、負の方に行っちゃいそうだから、あんまバス囲みしない方がいいんじゃないかなと思うけどね。で、一方ブーイングは、僕はね、そんな、なんか反対派ではないかも。ヤジはどうだろう。ヤジは下品だよね。哲学っぽいこと言っちゃいますけど、そこに愛があればいいと思うんですよ。パクリじゃねえか。小学校、中学校、高校ってずっとサッカーやってきましたけど、自分の親含め、他のチームメイトの親いるじゃないですか。はい、あれっていわゆる応援じゃないですか。で、ヤジも飛んでくるし、もっと走れよとか、本気でやれとか言われるけど、僕なんか嫌だった記憶はないんですよ。クソって思ったけど、何クソって思ったけど、それを力に変えて頑張れたっていうか。でもそれって多分親だから子供に対する愛があるじゃないですか。あ、そうだね。今良くないのは、ただただなんか自分がこう思ったからヤジを飛ばすみたいなサポーターが多い。あ、ちょっと乱暴な感じね。選手だってなんか応援は力になるじゃないですか。どういう言葉を発したらいいんだろうかって考えることイコール、息子たちをどうやったら走らせることができるかっていう考えるのって、やっぱ愛が必要だから、はいはい、うん、相手のことを思って発言しましたかっていうことを考えたら別にいいと思います。じゃあ、あれはちょっと例えばマセ選手手怪我してたじゃないですか、うん、はいはい、サッカー選手で手なんて怪我してんじゃねえよと。これはトレーニングとか、その試合中のだったらしゃあないですよね。で、そしてそれだったらそのヤジは多分間違ってる。一生懸命頑張った結果だから、うん、だけどプライベートでスケボーやっててこけちゃいましたみたいな、うん、いや、お前プロとしてどうなんみたいな、はい、皮肉を込めてのヤジは僕はなんか逆ちょっと愛があると思う。なんかいじりつつ、うん、お前もうちょっとプロ意識高くした方がいいよみたいな、一回考えて発言するっていうのがあるかないかで変わってくる気がします。確かに、うん、これ一歩終わる。確かに終わる。質問コーナーみたいなの番外編でやったらいいのかもしれないですね。あ、そうだね。引き続きまたお願いします、はい、コメント。お願いします、コメント。はい、ベガルタステーション。ベガルタこの前あれですね、熊本と練習試合がありましたね。あ、直近で。そうですね。6-1ですか。いいっすよね、この点取った面々がね、あ、またいい。フォワード点取ってんじゃんってのが一番いいっすよね。ね、取りにいたサポーターの人が練習試合多分見に行ってたっぽいんですよ、なんか、ベガルタめっちゃ強いみたいな。さあ、今日はね、はい、僕たちが選ぶ気になる選手について、来季の課題、ノルマ、それを決めていこうっていうね。お互い5人ですか。はい、これ絞るの難しいね、5人は。ゼータ級なら28人全員、監督も入れて29人全員やりたいぐらいですけど、早速やっていきましょう。1人目は中山選手ですね。おお、なるほど。もうこれはシンプルですよ、答えはね。うん、そうだよね。うん、キャリアハイですね、15ゴール以上。
14取ってたんだっけ。22シーズン去年2ゴールなんで、天皇杯入れたら3ゴール。ちょっとおとなしいよね。フォワードイコールもう中山武将様イコールもうこれゴール以外ないと思うんで。背番号9番だしね。やっぱ9番が点取らないと示しがつかんわな。フォワード点取ればチーム乗るし、うん、サポーターも乗りますから。これはシンプルに中山選手キャリアハイ。はい、高校これもみんな期待してるでしょ。今年から背番号10番をつけます、はい、鎌田博夢くんですね。ちょっと僕若手を追い込みます。今年のテーマですね、はい、スタッフさんのテーマ。これめっちゃ難しいと思うんですけど、マンオブザマッチあるじゃないですか。お1試合通して両チームの中から一番活躍した人を選ぶ、はいはいはい、あれって J もあるんだっけ。 J ありますよね。月間あるけどマンオブマッチどうだったんだっけ。うわ、ないのか。マン・オブ・ザ・マッチがもしあったら10回以上取りましょうっていう。うわ、きつっきついよね。なかなか濃くな10番背負うものとしては、うん、それぐらいやってくれないと。そう言われてみるとリャン選手ってマン・オブ・ザ・マッチがもし昔あったら結構取ってたよね。取ってる印象あるよねっていうスパルタ系なんですけど、なかなかきついね。10ゴールより難しいんじゃないですか。うん、難しいと思う。指名してる？指名してません。嘘でしょ？入ってないです、僕は。おー、面白いこれ。次行きましょうか。ちょっと背番号シリーズで行きますわ。10と言ったら次7ですよね。おーね。モックンですな。入ってます？2番目に入ってます。僕、モックンに課するノルマはミスターベガルタですね。うわ、ふわっとしてる。ふわっとしててむずいわ、そっちの方が。モックンってもうやれるの知ってるじゃないですか。あ、そうだね。去年もスタメン確定じゃないけど、それでも6ゴール5アシストしてますから、チーム内で1位2位ですからね、まあ、他の選手がちょっと情けないっていうことを言えば情けないってなっちゃうんですけどね。あ、そうですよね。で、まあ、ミスターベガルタといえば千葉直樹選手ですね、はい、7番奥野選手がつけ、関口選手もつけてたんですけど、うん、でもやっぱ7番といったら千葉直樹ってイメージがあって、7番に期待することってベガルタの7って結構戦える人みたいな印象があるんですよ。千葉選手ってベガルタで栄誉なのか分かんないですけど、退場した回数も警告もらった回数も1位なんですよ、ベガルタ。そうなの？出てる試合数も多いんですけど、キャプテンマーク巻いて毎回叫んでるあの表情が今でも忘れられないぐらい。引退してからモデルとかクールなことやってますけど、ピッチでめっちゃ熱いんですよ。だから僕はね、千葉直樹さんねめちゃくちゃ好きなんですけど、モックに求めたいのは記憶に残ってほしいんですよ、めちゃくちゃ。記憶にも残って勇気をくれるプレーを見せてほしいんですよ。別に10点取ったからって記憶に残るわけじゃない気がするんですよ。今シーズンは残るけどね、未来英語は残らないです、きっと。そこをね、なんかすごいふわっとして申し訳ないですけども、いや、なんか言いたいことはなんか伝わる。わかりますか？チーム1位の選手になってほしいです、今年。なるほどね。それがイコールミスターベガルタに繋がってくると思うんで。ふわっとしてて熱いな。僕はね、あれです、2022年に途中からひょこっときて、4得点7アシスト。去年コンディション悪かったのか、途中からなんか出ないで6得点5アシストだったんで、これ重々いけるでしょっていう。10ゴール10アシスト、はい。先輩少なくなったし、ベガルタの兄貴として君臨していいんじゃないですか。そうね、ミスターベガルタにもそれつながってくると思いますよ、うん、千葉直樹選手はなんか兄貴でしたから、絶対的に。モックンもその雰囲気あるじゃないですか、なんか、うん、リーダーだよね。リーダーっすね、うん、もうそんぐらいやっていいよね。背中で語るタイプというか、プレー、あ、もあ元彦頑張ってるから俺もやんなきゃみたいなのはあるけど、うん、お前ら来いよみたいなのはないじゃないですか、ね、うん、なんかね、そこ確かやってもらえたら嬉しいっすね、うん、そうだね。まあちょっとごめんなさい、ここで出させていただきます。背番号27番オナイウジョージです、ね、おお、ここで来ましたか、はい、僕もね入ってます、うん、いや、そうだよね。で、2022年1試合、2023年10試合と経験重ねてるけど結果につながってないんだよね。数字ですね。プレーもあれなんだよな、一、うんうん、人浮いてるっていうか、なんかあの噛み合ってないっていうか、なんつうんですかね、縦一辺倒でみんなそれについていけてないみたいな。で、そこが今年フィットして結果も残せるだろうと。で、そこにプラスアルファちょっと僕負荷かけまして、ズバリリーグ戦アシストプラスゴール10以上。おお、すごい、僕のノルマもう
10得点に絡むです、はい、やっぱそれぐらいあん、うん、やってほしいですよね。やってほしい。してこの間はいはいはい、あ、見た、映像見た、見ました。あの感じいける気しない？いけますね。調子も良さそうだし、うん、あのクロスの感じはみんなと会ってきたみたいなさ。ね、去年生で見ましたけど、うん、でもやっぱその可能性を感じましたね。でもやっぱさっき言ったように、そのやっぱ浮いてる感というか、フィットはしてない。ボール持ったら自分でなんか打開することはできるけど、うん、あれってなんか諸刃の剣じゃないですか。11対10対1みたいな。みたいな。なんか一人で戦ってるんで。そうなんですよ。それでやっぱあそこで連携が加わってようやく、うん、っていうとこはある。あとちょっと厳しめに言うと、なんだろう、まあ、10得点に絡むゴールのセンス、シュートのセンスだったりアイディアとか、うん、そういうとこ僕的になんかオナイウ選手は三角っすね。でもアシストのセンスはなんか丸プラスだと思う。二重丸にはいかなくても丸よりちょっと上みたいな、うんうん、正直ゴールは狙ってほしいけど、まあ1ゴール2ゴールぐらい取れたらまあいいんかな。クロスだったり点取らしてるってところに関しては磨きかけてほしいなっていうね。オナイウ選手さ、最初のチョイスで自分でゴールするっていうのがあんまり感じないんだよね、プレーで。ゴールからなんか遠ざかるし、向かう姿勢はそんな感じないですね。感じないよね。あくまでも僕クロスっすみたいな。あ、そうだ。大事ですけどね、そのなんか僕自分の強みを、あー、うん、っていうのもあるけど、やっぱり大事だけど、ちょっと怖くないし、ゴールに向かう姿勢、はい、どうせ外でしょみたいな。相手も対応しやすいからね。うん、10得点に絡む以上の活躍を見てほしい。はい、この辺からちょっと癖出てくんじゃないですか、ね、気になる選手、小出選手です。おお、まさか眠れる秘宝。眠りから覚めてほしいというか、うん、小出選手に課すノルマは自信を取り戻すっていう、あー、なるほどね、ことです。そうですね、どんどん失ってったもんね。これも心が苦しいね。マスターリーグ時も心苦しかったんですけど、これはこれでちょっと苦しいところありますけどね、うん、愛はあると思ってますんで、うん、めちゃくちゃ去年苦しいシーズンの中で、はい、キャプテンやって、ね、矢面に立たされて、うん、まあ、リャン選手っていう影のキャプテンがいましたけども、はい、まあ、その中でそのキャプテンやってくれたのは本当にありがとうっていう気持ち以外何者でもないんですけど、うん、一方でね、プレーどうでしたっていうところ、とあるサッカー雑誌見ると、まあ、ABCDE の判定、あの年間の、そう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 、うん、姿選手よりも上だったんですよ、評価が。お、その反応なりますよね。僕的にはいや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 。そうだよね。粘り強さだったりファイトは見せてもらえたんですけど、うん、やっぱサッカーってボール持った時もやっぱ大事じゃないですか。、うん、いくらディフェンダーとはいえ、去年はサイドバックで出ることもまあ多かったし、うん、なんでしょう、去年小出選手いろいろ背負いすぎたんですかね。うん、そして、うん、あの監督あのいなくなったしね。そうなんだよな、運命共同体だったのにあれみたいな。でも恩師いたからといってなんかどうだったんだろうってところもありますけど、ね、あ、まあまあ確かにね、なんか楽しくなさそうだったんですよ。僕めっちゃ辛かったんですよ、恋ちゃんを見てて。辛そうだった。そう、辛そうだったし、辛かったんですよ見ててね、うん、チームの中でインターセプト数1位だし、対人守備めっちゃすごいじゃないですか、うん、持ってるものすごいのに背負ったもののせいで全然良さ生きてないじゃんみたいな。印象悪く終わってるよね。それもかわいそうだよ。なんかサポーターにもなんか萎縮してる気がしちゃったんですよ、最大三者から見てね。なんかサポーターの風当たりもきつかったと。しょうがないんですけどね、キャプテンっていうとこもあったけど、うん、ね、今年なくなりましたから、背負うものがキャプテンは安井選手に受け渡り、うん、J1 昇格、J2 優勝というか、うん、でもそれもね、まあ、いろんなサポーターにもよるけど、長期的に見て今年はね、礎を築く時って思う人もいるから、うん、去年ほどその昇格へのあれも重くない。あ、そうだね、まあ、サポーターとしてはねしてほしいですけども、でもチームとして育つのも大事ですから、うん、だからそういうのもいろいろ背負うものが重いが軽くなったんで、はい、マジでほんとね、なんか伸び伸びとねサッカー選手を楽しんでほしいです。本当に、うん、モック見てたらサッカー選手になりたいっていう仙台宮城の子いるけど、小出選手を見てサッカー選手になりたいと思う人いないですよ。なんか残業多い、なんかお父さんみたいな。サッカー選手楽しんでほしいっす、うん、っていう意味で僕は小出選手入れさせていただきました。深いな。続いて富田慎吾の背番号を引き継いだ工藤葵選手だ。はい、ポジション争いするのは長澤選手、松下選手っていうところで、うん、僕の中でね、前提があった上でのノルマ、リーグ戦
20試合出場しましょう。先輩2人は譲らない覚悟で行ってほしくて、そこに割って入る、うん、20試合出たら結構印象残るっすよね。活躍したかできなかったかとか。去年のフォギーニョ選手25ぐらい出てたんで。25出てあんな感じか、うん、あんな感じかって言ったのか。なんかもっと出てないイメージありますね。ありますね。ねえ、ってなるとですね、20試合出たとて、はい、ちょっと格好書きでもうちょっと記憶にもなんかね、あ、そうそう、残せよみたいなところ出てきますけど、うん、なかなか長澤選手のとこのポジション取るって、うん、あの去年の長澤選手見てるとまあ難しそうだな。工藤選手見たいんだよな、シンプルに。どう、これどういけると思う？いやーきついっしょ、これは。きついっすよね。なかなかっすもんね。そうっすよね。試合にひょこって出た時になんかすげえ結果残したりすると続けて使ってくれるから。もっくんって22年に来て夏から加入した時ってあれで何試合出たんだろう。夏だともう半分ぐらいいってますもんね。すげえ印象に残ってんな。そうっすよね。半年で来年延長してくれってなったぐらいですから、うん、可能っちゃ可能っすよね、うん、与えられたチャンスをどれだけ。そうっすね、プロならそういう挑戦もね、うん、そうしないとずっとベンチになっちゃうからね。そうだ、新バンディエラ、新バンディエラなってほしいよね、うん、最後いきますか。はい、お互い最後誰選んでんだっていうところあるけどね。あ、僕ね、わかる、6人目で入れてるんだけど、これ多分翔くんだなと思ってました。スタッフさん的にはギリ先行漏れちゃったのね。あ、そう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 。最後の一人は松下選手です。あ、そっちか、違った違った。違った。なるほど。あ、逆にじゃあ誰ですか、6人。僕ね、石尾陸人選手かと思った。期待してたから翔くん。なるほどね。あれか、思い入れがあるの。思い入れっていうか、なんか、あの、ファンなんだね。確かに。あんま口にしてないけど、うん、親友なやつほどやっぱお前親友だからって言わないもんね。はい、ああ、確かにそうだよね。じゃここで繋がってとかあります。やっぱり。松下選手に課すノルマは僕的には厳しい言葉を選びますけども。存在証明ですかね。今シーズンでね、いる意味を明かせなかったら去ることになるかなっていう。いや、僕的にめっちゃ辛かったけど、だっても親友をマスターリーグで移籍させてましたから。あ、そうなんだ。そうでも残ってくれましたから、まあ、これも何かの運命ということで、はい、同い年っていうのもありますし、あとあれじゃない、姉妹がいるとして松下だったら結婚していいぞって言ってたよね。そう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 、好きなんですよね、やっぱ結局ね、うん、プレー見てて一番なんか惚れる選手が松下選手なんですよ。サッカー用語で言うと僕はまあ変態チックなプレイヤー好きですけど、鎌田選手のあの奇想天外な感じもありますけど、はい、なんかあれとは違うんですよ、松下選手に対する好きな感じ、圧倒的な安心感から生まれるアイディアと個性が好きなんですよ。プレー見てて一番面白いんですよ、松下選手って。止める蹴る上手、そして蹴った時のあのボールの質だったりね、あそこ蹴るんかっていうのあったり、なんか蹴ったボールにファンタジーが乗ってるよね。本当にそうなんですよ。わかるかな。いや、難しいっすよ。でも言いたいのそこういう感じなんだよな。出したパスにファンタジーはこれ名言だ。たとえ相手がそれじゃない答えを出しても、なんかの歌詞みたいな。あなたがくれたファンタジー、でもあなたはそれに答えてくれない。でもそれも正解みたいな。それも正解っていう余裕さえ感じるというかね。中山選手そこじゃないけど、でもそれもあるんだねみたいな。はいはい。これをみんなで共感できたら、松下選手こそベガルタの本当になんか秘宝じゃないね、至宝だね。ファンタジーから現実に戻しますけど、はいはい、まあ、去年16試合出てたけどプレイ時間で言ったらめっちゃ少ないんじゃないですか、うん、多分っていうのもあったし、やっぱ怪我ね、まあ、まずでも絶望から這い上がってる時点で奇跡ですからね。奇跡なんですよ。でもそれで満足させたらダメだ、ただダメなんですよね、松下選手は。やっぱ怪我の怖さってありますよね。僕も分かります。足首折ったことありますけど、治ったよとお医者さんに言われたとて絶対前の感覚じゃないんですよ、ね、怪我する前が100だったら多分どんだけ回復しても100に戻すのって本当難しいと思うんですよ、うん、てか戻らない可能性の方が高いと思うんで、その中でも戻ってきてやってて、本人的にもここに来て一番苦しいシーズンだったって言ってたんで、ああそうなんだ、それでもやってくれるだろうっていうなんか期待があるんですよ、どっかで。やっぱあいつ怪我したから終わったわみたいな感じじゃない選手だろうと、うん、あの財前選手で言うと あれだけ人体やってもああいう輝き方とかああいうプレーでやっぱあいつ天才だったなって
いや松田選手もね絶対スター性あるんじゃないかなっていう、こんなもんかって思うんですよ。まだやれんだろみたいな。はいはいはい。内容あったかな今のこのトーク。あ、わかんないよ。内容あった、自分の中ですごいねあったんですよ、いろいろと、うん、それこそファンタジーがねできてたんですけど、はいはいはい、それがうまく画面で伝わったかわかんないんですけど、松田選手はねもっとやれるんすよ。いや、みんな伝わってるよ。伝わってますか。はい、伝わってますか、ね、みんな好きだもん松下選手。しかも安石選手のあのブログからも松下選手のワード結構出るんですよ。人柄良くてとか、チームのね多分中で身近にいる人は分かるんですよ。それを今度はね一部のサポーターじゃなくて全サポーターに届けてほしい。松井さんすごいですよっていうのを、はいはいはい、っていう感じですわ。いや、しょうが熱いこれで締めた方が良かったかもしれない。いやいやいや、行きましょう、はい、スタッフさんの最後で俺分かんないもん。もうお悩み出ちゃったでしょ。どんなファンタジーのね最後。ファンタジーの後はもうあれですよ、光です。光とか希望ですよ。そうなるか。はい、先週に引き続きですよ、ね、引き続くともうあれしかないもんね。ズバリ西丸ミント選手ですね。正解。ふさわしい。ふさわしいですよね。一番年下っていうのもあるしね。そうなんだよな、まあ、まず伸び伸びやらせてあげたいっていうのと、背番号30番いい出世番号になんかなるといいですよねっていうので、1年目ちょっと引き合いに出すのはあれですけど、オナイユ選手みたいに出て終わりっていうのはちょっとやっぱりね、本人も10点ぐらいとか言ってましたっけ。そう、安牌で10点って言ってましたから、はい、まあ、それはちょっと難しいかもしれなくて、ポジション争いとかもあると思うんで、1年目は公式戦で1ゴール1アシスト、これは必ずしましょうねっていう。なるほどね。深いっすよ。なんかこの1ゴール1アシストも結構このプロにとっての多分1点ってめちゃくちゃ重いっすよね。なんか、うん、最初の1点っていうのは、ね、そう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 、多分1点取ったら行くと思うんですよね。ポンポンって多分この1点ですよね。1年目のうちに1点取っとけよっていう、うん、あと1アシストね。ミント君はアシストもねできるっすよね多分ね、うん、その資質があるというか、うん、どっかのタイミングで出るチャンスはある。ありそう、ありそう。何を根拠に言ってるのか分かんないですけど、今年のなんかその新加入だったり大卒とか高卒ルーキー含めて、うん、全員になんか可能性とチャンスがある気がするんですよ。分かる。森山監督だからなのか分かんないですけど、去年って正直なんかノーチャンスだったよね。ノーチャンスですね。あると思います、チャンス、ね、みんなに。やっぱな、西丸選手期待しちゃうね。しちゃうよね。この動画を見て西丸選手を知って、ね、いい意味でこう西丸選手に負荷をかけるというか、うん、背中を押してくれるサポーターが増えたら嬉しいですね。そうですね。いや、マジ未来の日本代表候補ですよ多分西丸選手、マジで。うん、僕ね、柳沢選手が、うん、そのあの日韓の時のベストプレイヤー、はいはいはい、代表が選ぶベストプレイヤーに選ばれた事実も知らないですし、うん、柳沢選手がそんなにすごかったっていう知ってるんですよ。やっぱ鹿島アントラーズといえば柳沢篤、はい、うん、中田秀世代のフォワードといえば柳沢篤、知ってたんですけど、うん、あの当時僕サッカーを知らないんで、戦術とか何がうまいのかみたいな、うん、はいはいはい、あの子なんて足速くて背高くてシュート力あったらうまいみたいになったから小学生なんて、うん、だから、ね、柳沢選手の魅力気づけなかったんで、うん、第二の柳沢西丸選手でその柳沢を感じたいんで僕は。あ、なるほどっすね。そうそうそう、はい、そしてそれ上回るとこ見たいんで、うん、期待してます僕も西丸選手、うん、さあというわけでね、はい、いやいや、でも翔くんのあの松下選手は熱かったなどうすかみんな、松下選手忘れてないすか。あの人すごいんですよ、うん、マジで。あれだよね、前の選手がさ松下選手立てるっていうか松下選手についていくみたいな、答えてあげるのも大事だよ ね。松下西丸っていう連携できたら嬉しいけどね。ああ、オナイユ選手とか連携したらすごそうだけど、松下選手からしたらオナイユ選手のサイドパス出しやすいからね、左足だとこういうので見れるかな、見たいなまだスカーリーグ開幕は本当にもちろんもちろん見たい早く、はい、来週はベガステ的順位予想おーやろう。もうそろそろその時期でしょ。そうですね。順位予想も込みの、なんでその順位にしたかっていう他チームのちょっと情報も知りたいですよ、そろそろ。ああ、そうですよね、そろそろね。うん、全チームは厳しくと思う。そういうわけで、はい、今日のベガステも以上でございました、はい、また次回のベガステでお会いしましょう、はい、さよなら。さよなら。皆さんのあれですね、注目選手のノルマを書いておいてほしいですね。コメントにね、はい、楽しみにしてます、本当によろしくお願いします、はい、お願いします。